皆さんこんばんは、ようこそトロンボーンカルテットジパングの19回目のコンサートにお越しくださいました。3年半ぶりの復活公演となります。今日のコンサート、私どもジパングのために書かれた作品で構成させていただきました。2人の作曲家の作品を並べました。コンサートの最初に、高島恵子さんの花水木の祈りという2014年の作品を演奏します。1曲目は君と歩いた道を、これは、お母さんと息子さんが、歩いた道をというそういう思い出の曲となっております。そして2曲目は金色の海七夕祭りということですね。あの日大きく牙を剥いて非常にこう恐ろしい惨劇となったその主人公であった海ですが、地震が終わってみるとなんてことない夕日が当たって大変美しい金色に輝く海であるという、まあ、皮肉というか何とも悲しいお話なんですが、そして、町で、人の生きる糧になっている七夕祭りというものが、それぞれ音楽として演奏されます。それではまずこの2曲をお聴きください。3曲目は眠れない夜という曲です。当然のことながら被災地の人々には、大変つらい、時間が長く流れました。その眠れない夜、被災者の非常に苦しいその夜の情景ですね。そして最後に花水木の祈りということになります。浅沼美子さんの活動も2019年になってようやく花水木の道という形で、その成果が出ましたが、その道のりにあったのはやはり未来への明るい希望なんではないでしょうか。この辛い生活、苦しい生活、悲しい思い出をやはりこう明るい未来の方へ転化していくという力強い人々の勇気だったんではないかと思います。それでは眠れない夜と花水木の祈り、2曲続けて聴いてください。
続きまして、もう一人の作曲家フィリップ・スパークさんのリフレクションズを聴いていただきます。このリフレクションズというのは、まあ、リフレクションですね、反映という意味で、私どもが自分の人生を振り返って、まあ、幼い頃から人生の挫折とか楽しかったこと、嬉しかったこと、それから苦しかったこと、さまざまなことをこう思い出す、思い描く、そんな様子をこう反映するという、まあ、反映ですね、そういう思い描くということが、この曲の中に込められています。なので、まあ、作品自体がこう思い出をこうたどるような旅みたいな作品になっていると言った方が分かりやすいでしょうか。それではフィリップ・スパークさんのリフレクションズをお聴きください。それでは前半の3曲目に高島恵子さんの書き下ろしの新曲ラブリーキャッツをお聴きいただきたいと思います。門脇さん、ちょっとこちらへ。門脇さんはもう大変有名な猫好きですから、お宅に飼ってらっしゃる猫のことを題材に高島恵子さんが書いたということなんですけども、門脇さんが猫はみんなツンデレだからと言ったからということなんですけど、そのツンデレが好きなんですね。まあということはド M ということでよろしいんでしょうかね。門脇さんの方に寄ってこないで奥さんの方に寄っていくという猫も中にはいらっしゃるんですね。ほとんどそうなんですけど。ああ、そうなんですかほとんど1曲目はラブリーキャッツ、大変可愛らしいラブリーな猫、そして2曲目は門脇さんも言ったツンデレですね、そして最後はキャッツパラダイスということで、まあ最後はもう猫の天国ということで、猫がもう走り回ってるんでしょうか、どうなってるか、もうとにかく、門脇さん、猫好きの門脇さんにとっては猫との生活が天国だと思うんですが、まあ、このバスソロモのソロによる、ラブリーキャッツ、ぜひお楽しみいただきたいと思います。Thank you.
プログラムの後半は無言館にてという曲からスタートしたいと思います。この無言館というのは長野県の上田市にある美術館です。戦地へ赴いたまま帰ってこなかった医大生や、それぐらいの年齢の方々が、帰ってきてもう一度絵を描こうと夢見た若者たちが、のその遺作ですね、集めた美術館となっています。1曲目は無言の叫びという曲です。まさにその重い扉を開けて、美術館の中に入っていった時の非常にひんやりとしてずしっと重い空気感ですね。そしてそこに飾られている絵の数々から、たくさん無言の叫びというこのものを感じるのにはもうほとんど時間がかからなかったです。もう見るにつれて圧倒されるものもありましたし、いろいろな思いがありました。その無言の叫び、そして、2曲目が、若き兵士の夢ですね。その若き兵士たちがいつか帰ってもう一回絵筆を取って絵を描きたいという強い思いでもって、戦地で散っていったのではないかと思います。そして、3曲目が明日への祈り愛おしき君へということになっています。実はNHK の番組なんかでも特集を見たことあるんですが、最後に非常に印象的な言葉がありました。ナビゲーターの人が、でもその若者たちが実は絵を描いている時というのは決してそんな暗い気持ちで描いているわけではなく、喜びにあふれて描いていた、戦時中ということもありましたから、いろんな苦しい状況もあったでしょうけれども、絵を描いているときは生きる喜びにあふれていたのではないかということですね。そういう戦地で散っていった人が作ってくださった平和ということにもなりますから、私たち今を生きている人間がやはり音楽や絵画でもって、きちんと未来へ向かって生きていくということは大事なんではないでしょうか。それが明日への祈りという言葉にも込められているような気がします。それでは、無言館、3曲続けてお送りします。
それでは今日のコンサート最後に、東京トリプティックを聴いていただきます。トリプティックというのはご存知の方も多いと思うんですけど、観音開きの 3面の宗教画なんかもよくあるんですけども、絵のことですね。で、その東京という名前がついてまずとても驚きました。そして1曲目が新宿、2曲目が泉岳寺、3曲目が渋谷と来たもんですから、もう僕らも自分たち本当に自分たちのために書いてくれたんだなという思いがすごく強くて、もうとても嬉しくなって、そして音を出してみたらまたスパークさんがとてもこう渾身の思いでこう音を選んだって、まあ、ご本人も言ってたんですけど、すごくよくわかる、よく書けてる曲で、それぞれの街の様子がとても表されているのにまた嬉しくなって、そして、フィリップさんのこともまた近しく感じて、2曲目を書いていただいたという経緯があります。1曲目の新宿はもちろん皆さんご存知の通り、いろんな顔を持った新宿ですけども、やはりこの高層ビルですね、都会的なこうシャープなそういう一面をスパークさんは感じたということ。そして2曲目の泉岳寺は、まあ、最近はあんまりテレビで中心ぐらいやりませんけれども、いわゆるこう日本人の、まあ、四十七士が仇討ちをして、というのがこうやっぱり外国人からすると日本のレジェンド、一番の伝説に移ったようです。それで泉岳寺ということが、ピックアップされました。そして3曲目は、ご存知渋谷ですね。これはやはりこう若者のエネルギーがあふれているということで、やはりこういろんな意味で、震災の復興もそうですし、それから反戦のこともそうですけども、やっぱり私たちにとって、過去を顧みながら一番大事にしなければいけないのはやはり未来だということで、その未来の担う若者たちのエネルギーが渦巻いている渋谷ということになるんですけれども、ということは私たち日本人もそういう町だ、そういう町で、を作って、そういうところにこう人が集ってということも、改めてこう意識しながら、日本という国の素晴らしさと、まあ、もちろん問題点といろいろとこれから未来へ向かって進んでいくのが大事かなと思います。この曲で最後になります。東京トリプティック、たっぷりお楽しみください。Thank you.